本日は2022年12月の17日、時刻は22時55分でございます。さっきアルバイトから帰ってきて、まあちょっと落ち着いたって感じのところですね。どうですか、このサングラス。結構かっこいいと思いませんか、このインチキ臭い商人といいますか、中国で麻薬売ってそうな感じですよね。このインチキ臭い感じちょっといいなと思ってアマゾンで買ったんですけど、ちょっとキャラ付けでなんかサングラスでもかけようかなと思ったんですけど、すごい見にくいですね、これ。すごい見にくいし、ちょっとカメラ映りが良くないなっていうのがありますね。まあちょっと よいしょ、やっぱりやめようかな、普通に行きましょう。結構気に入ってるんですけどね、あのサングラス。でですね、今回はサングラスではなくて、また、まあ、報告みたいな感じなんですけど、報告というか、ですね、またなんか届いたんですね、実は。これの一つ前に、その角川から拳本が届いたよみたいな感じの動画を上げたんですけど、また、よいしょ。ここに、まあ、住所が載ってるんであれなんですけど、こんな、これくらいのサイズ感の箱が届きました。まあ、角川っていうか、あ、まあでも角川っちゃ角川ですね。はい。角川の、カクウムっていう編集部から届いたものなんですけど、まあちょっと、開けていきたいと思います。これ実は昼くらいに届いてて、まあアルバイトがあったから、一旦保留にしてたんですけど、そうですね、帰ってきて動画撮ってそこで開封しようかなみたいな風に思ってて、保留してたものでございます。ちょっと開けてみますね。これなんとなく中身の予想はついてるんですようやく開きました。おー、すごい、すごいですよ。これは今開いたんで、これはまあこういうのってあんま映さない方がいいのかな。いやでも大丈夫そうですね、この内容的には。こんなものが届きました。で、まあ、内容を簡単に説明するというか、まあ、自分はですね、2021年の12月から、2022年の頭くらいにかけて開催された、カクウムって呼ばれるウェブ小説コンテスト、ウェブ小説ですね、のサイトで開かれたコンテストで、現代ファンタジー部門という、部門で大賞を取りまして、それの、賞状が今回届いたというわけでございます。で、これはですね、なんか、その、受賞者っていうのは、この招かれてパーティーみたいなものがあるのが、あるのがというか、パーティーじゃねえ、授賞式ですね。授賞式があるらしいんですけど、今回はコロナの関係でなかったという感じの、連絡でしたね。でですね、本来はその授賞式で受け取るはずだったものがございまして、よいしょ、それがこんなものと、それとこんなものですね。なんだか懐かしい形状じゃないですか。
まるで中学校、小学校、あるいは高校の卒業式のような、来ました。しゃー。見てください。よいしょ。症状です。すごいですよ。めっちゃちゃんとしてますよ。あなたは作品は第7回架空夢ウェブ小説コンテストにおいて選考委員一同の厳正な審査の結果、大賞よりコミックワーカー漫画賞にふさわしいと認められました。よってここにその栄誉をたたえこれを賞しますと書いてありますね。よいしょ。なんで、はい、大賞と、コミックワーカー漫画賞というものを実は撮ってまして、なので、実はこの動画を撮ってるのが今2022年の12月17日なんで、3日後に書籍が実は発売するんですけど、漫画も、近いうちに発売するという感じなのでございます。これはちょっと実話なんですけどね。まあ前々から動画ではちょこちょこ言ってたりはするんですけど。いやー、賞状なんて久しぶりに受け取りましたね、本当に。学生時代は随分と賞状をもらわない日々というか、なんでしょう。あんま賞状とは縁がない学校生活を送っていたので、やはや、嬉しいですね。やっぱ大人になってもらっても、本当に嬉しいものです。まあ、ちょっとこれは後で Amazon で額縁でも買って飾ろうかなというふうに思っております。よいしょ。多分僕の人生の中でそんな小説のコンテストで大賞を取れるような、大賞じゃなくても普通に賞を受賞ですね、受賞できることなんてあんまりないと思いますので、よいしょ。今が人生のピークくらいの気持ちで、そのピークにもらえた賞状ってくらい、これを一生の宝物にしたいと思います。よいしょよいしょよいしょ。とりあえず今はこの筒にしまっておきましょう。あれ、結構ちっちゃいな、もっと丸めないとダメか。よし、収まりました。いやー、めちゃめちゃ嬉しいですね、これ。本当に嬉しいです。よいしょ。はい、みたいな感じでちょっと報告動画となりました。はい。じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。また何かあったら動画上げたいと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。